僕は血に飢えた獣だ。いつかこの衝動が抑えられなくなる時が来るのではないか。何ブツブツ言ってるの？うわあ！獣がどうしたの？急に話しかけるな！そんなことよりビッグニュース！ついに僕ヤバの放送が始まるんだよ！なんで山田が誇らしげなんだ？市川も嬉しいでしょ？俺は別に。嘘、嬉しいくせに。まあ、嬉しくないこともないが。第1話、僕は奪われた。お楽しみに。最後まで聞けよ。